あれからどのくらい時間が。
Thank you.
どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの。誰。タルコット・ハスタです。祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット。はい。
マジか。マジです。ノクティス様ですよね。はい、はい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。会ってからでいいよ。あの、会ってからって。はい、わかりました。じゃあ。またお会いできて本当に良かったです。あ、お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年、今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこに？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人はだいたいそこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シドは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場だけはあの場所にって大騒ぎでした。あれの場所が変わったら別物なんだって。まあそう言いそうだわ。シドニーさんも気にしてないから、工場はしばらくあの場所かな。今のシドさんはイグニスさんの届ける新鮮な魚料理だけが楽しみみたいです。死骸が増えて、やっぱりいろんなところで被害もあって、今はイリスとコル将軍が中心になって死骸退治を各地で請け負ってます。グラディオさんたちはしょっちゅうそこの手伝いをしてますよ。特にプロンプトはハンマーヘッド中心に。でも今シドニーさん仕事人間だからな。イグニスもか？言ってます。最初はみんな止めたんですけど、どうせ暗闇だから目が見えても意味ないって。見えないままか。そうですね。でもイグニスさんはだいたい一人で平気って感じです。実際グラディオさんやプロンプトも3人常に一緒って感じではないんですよ。それぞれ仕事を受けてて、一緒の時もあるし、そうじゃない時もある感じで。ノクティス様、着きましたよ。皆さん本当に喜ぶでしょうね。あ、僕はもう少しここにいますので、もし何か聞きたい時にはいつでも話しかけてください。何が王だ、ずいぶん遅かったじゃねえかよ。ノクタ、本当に帰ってきたんだな。本当だ。待ちくたびれたぞ。悪かったな。話が。中で聞こう。Thank you.